基本はまず15分ぐらいできるかなっていうのを作っておいて、はい、で、あとは当日ね、クラブ好きのための理想のスポーツカーを作ろうみたいなその思い、うん、ノットバイ込みっていうのがやっぱ先に決まったんですよ。うまくいくはずがないみたいな局面がやっぱ何回もあったんですよね、うん、そんなことでヒット商品なんかできるんだったら誰も苦労しないと、はい、こんなんダメだとか、うん、こんなやり方ダメだみたいに言うのは簡単だし、ね、でハンドルも悪いじゃないですか、はい、皆さん近くでハンドルの車を持ってる人いますもん。これはもともと確信みたいなのがありました。